ジャッジはこの日3打数無安打でポストシーズン PS の打率は140となった。米ニューヨーク州地元局スポーツネットニューヨークのヤンキース専門 X が試合後にジャッジが取材に答える様子を公開。シーズンを見れば、我々には良い時も悪い時もあった我々は良いチームなんだと強調した。ドジャースについても彼らは良いチーム。熾烈な戦いになることは分かっていた。2点を先制されたけど、我々も良い打席を重ねなければいけない。明日の1試合で流れは変えられるはずだと期待していた。彼はまだニヤニヤしている。本当にイライラする。まだ笑顔です。まだ笑っています。履歴書にこれを添付して楽しんでください。弱点として、彼はひどく恥ずかしいはずです。まるで気にも留めていないようです。我々っていうのをやめろよ、お前だ。このファン層は実際に崩壊しつつある。この男は完全な敗者だ。逆転ではない。ジーターなら絶対に逆転になれない。ジャッジには犬のようなところがない。だから外の方がはるかに優れている。そして、あなたが6月のようにプレイしてくれたら、私たちは2対1でリードしていただろう。彼らは諦めたんだ。ヤンキースはここ2試合でたった4点しか失点していない。こんなクソみたいなことはやめてくれ。得点を稼げ。おい、このシリーズではいい打席に立てなかったな。真の逆転になるにはどうしたらいいか、デレク・ジーターからヒントを得たいかもしれません。全く戦わない。何度もチャンスがあっても、ひっくり返ってしまう。情けないチームだ。オフシーズンに小切手を出してバーンズとアロンソを獲得し、外を再契約し、控えの打者と投手を増やし、打者を増やすブーンとブレイク以外のクルーを解雇し、フロントオフィスを解雇して解体する。プレイオフで何もしない。鏡を見てみろよ。ベルブーゴがホームランを打った時、誰もお互いに刺激を与えなかったのか？残された唯一のことは、他のチームがこれまでやったことのないことをやることです。一歩ずつ進んでいくしかないと思います。私がおかしくなったのか、それとも彼は密かに笑顔を隠しているのか。かわいそうに、彼は今何を言えばいいのかさえわからない。今シリーズの試合を、彼がなぜいつも笑顔でいられるのか、誰か説明してくれませんか？